はい、濃い読者の作り方、濃い視聴者の作り方ですね、これはですね、私がね、もう2013年からずっとやってきたことなんですけども、2つメッセージがありますよね。1つはですね、自分のこの例えば動画の視聴者さん一人一人を、この動画の、例えばこの動画、今の動画ですよ、この動画っていうのは誰か一人の方へのメッセージなんですよ。その人は、あ、自分に向けたメッセージだって分かるんですよ。で、分かるんですよね。で、そうでない方も、もしかしたら自分にも関係があるかもっていうふうに思っていただくんですよ。こういうふうなことをね、まずはやっているってことかなと思います。で、もう一つはですね、自分の考えをはっきりさせることですね。で、私も求められれば白黒はっきりとお話しするんですよ。ただ、自分の考えっていうのは変化をしますから、もしかしたら明日は違った意見になっていくかもしれないっていうのはたまにね、お話しするんですけども、もうちょっと具体的に言うと、例えばね、IH クッキングヒーターってありますよね。あの電磁波が体にいいのか悪いのかっていう論争は未だにあるんですよ。電子レンジが体に悪影響を及ぼすのかどうかっていう論争は未だにあるんですけども、私は影響がないというふうなね、そういうふうな見解を持ってるんですよ。で、そうなるとですね、確かにそうだよね、久保さんが言うんだったらって方もいれば、久保さん、ちょっとね、知識に毒されてますよって方もいるんですよ。どっちにしても興味持ってもらえるんですよね。だから、はっきりすることなんですよ。まだ他にもあります。放射線の話が3.11以来出てますけども、放射線に汚染されている土とかね、食品があるのかないのかって問題ですけども、私はあるという見解でずっとね、お話ししてるのと、全国各地行った時に外貨カウンターで自分で調査している数字を元にお話してるんですよ、ね、で、そういうことを言うと、いや、久保さんはね、騙されてますよと、あんな放射線なんてないんですよと、放射線があるあるっていうね、あるある詐欺なんですよっていう方もいらっしゃるんですよ。ということで、私がね、放射線の話を出してもいろんな方が寄ってくるってこともあります。それから政治政党ですよね。私は N 国党と似たような考え方をしていて、あそこのね、 N 国党から公認で出馬できないかなみたいなことをね、見解として動画で出してる時もありますけど、その時も、いや、 N 国党はなんかある国の陰謀なんですよって方が私にね、メッセージくださったりとか、あ、久保さんが N 国党から出るんだったら絶対投票しますって方もいらっしゃったりとかね、まあ盛り上がっていくわけですよ。で、しまいには詐欺商材ですよね。私はアフィリエーターとしてトップを走りながら、もうアフィリエーターのね、もう本当うんざりしたと。だから私は皆様の立場に立って、すぐにお金を要求したりとか、すぐにラインアットに落とし込んだりとかって、そういうね、せこいことはしませんよと。私はいつも動画でしか話せない、LINE でしか話せないことがありますみたいなことはないって言ってるんですよ。動画で全部話せるじゃないですかみたいなね、そういうことを言って読者の方が、あ、確かになとかね。それから、こうやって情報発信してる人っていうのは基本的にお金持ちなんで、お金くださいって言わないでしょって。だからすぐにお金を要求したりとか、なんかの商品売るときに全部全納してくださいとかっていうのは、これお金がない人がやってるんで気をつけてくださいよって言ったら、多くの方が、そうなんですよ、そういうことを言ってる人待ってたんですみたいなね。で、私は、支払い30年ローンですよとか言って、なんていい塾なんだみたいなね、確かにそういうふうな形で、私としては視聴者さんの状況とか感情に寄り添ってやってるんですよっていうのを明確に出してるんですよね。だから、そういうことによって、あ、久保さんってどういう考えなのかなってことが分かりやすくなってるんですよ。これがだから2つ目の要件ですよね。まとめますね。1つ目は、一人一人のことを考えてメッセージを出してるってことなんですよ。一人一人を主人公にして出してるってことです。その一部がワントゥーワンの限定効果動画ですよね。一人の人に向けてメッセージを送って再生数1みたいなね、そういうのを乱発してると、はっきりでこれを1万本ぐらい撮ってるわけなんですよね、今までに。で、自分の公開動画でも必ず主人公がいるんですよ。主人公っていうのは一人一人のことを考えてるやつですね。私は2万人のメルマガ読者さんを獲得しましたけども、これはね、一人一人自分で認識して合ってるとまで言いませんけども、合ってる人が多いです。合ってるか、もしくは、久保さんメルマガ登録させてくださいっていうふうに頼まれたんで URL を送るみたいな感じです。で、私は基本的にね、教えてくださいとか招待してくださいって言わないと、招待してないし教えないという形を取ってるんですよ。だから、さらに知りたい方はこちらみたいなね、そういうね、チンケな誘導とかしてないんですよ。はっきり言ってチンケです、あんな誘導は。ああやって、濃いリストを取るというかね、もう完全にね、売り込みなんですよね。で、私はそういうのから離れて、必要だったら教えてくださいとかになると思いますし、振り込みたいんだったら、久保さん、銀行口座教えてくださいとか、検索して銀行口座にたどり着いて勝手振り込みとかなると思うんで、それが私のね、考えている濃い読者さんとかね、視聴者さんだと思うんですよ。で、一瞬だけ火がついて去っていく人っていうのは、濃いとは私は思わないんですよね。
だから私が例えば暗号通貨系の動画をずっと出していて、今は出してないんですけども、いまだに視聴者さんがついてきてくださるってことは、多分暗号通貨で知り合ったきっかけになったけども、それ以外のことにも関心を持っていただいていると、それ以外のことにも共感していただいている、もしくは反感を抱いてくださっているファンの方がずっとね、私がどんだけマーケットを変えても一緒にいる、旅をしてくれる、そういうふうな仲間なんだろうなと思ってるんですよね。濃い読者さんの作り方なんですけども、漠然と発信してもダメです。皆さんに向けてはダメです。一人一人に向けてなんですよ。これを見てください。雑誌のね、星占いのページ見てください。自分の星座のとこは一生懸命見るでしょ。ね。でも他の星座のとこ見ないじゃないですか。だから雑誌ってのは唯一自分のことが書いてある星占いのページってのはみんな見るってことなんですよ。だから星占いのページにコラムを書きたい占い師の方っていうのはむちゃくちゃたくさんいるんですよね。ちょっと余談になりましたけども、自分のことが話題になっている、そんな動画とか自分のことが話題になっているテーマ、自分を重ね合わせるようなね、そういうふうなドラマっていうのはやっぱり皆さん見たがるんではないかなと思うんですけどね。濃い読者さんっていうのはそういうふうに作られていくんではないでしょうか。